欧州大学院、エウイは、欧州共同体加盟国が、ヨーロッパ社会の展望について、文化的、科学的な発展に寄与するために設立した、大学院生及び博士研究院による、国際研究機関。フィレンツェに設置されている。エウイは、法令により、政府官機関とされている。EU の歴史文書館を併設し、ヨーロッパ研究、特に、 EU 研究において世界最高峰の教育、研究機関として名高く、ヨーロッパを中心に世界中から著名な教授お及び優秀な博士研究員が集うことで知られている。欧州大学院ヨーロッパ規模での教育、研究機関を設立する構想が浮上したのは1955年のメッシーな会議が開かれた際であり、具体化したのは1972年で、 当時の EC 加盟国が設立議定書に調印し、エウイをフィレンツェに置くことに合意し1976年に開学した。世界の EU 研究において中心的な役割を担い、博士課程への入学は屈指の難関であり、エウイの博士号は高い評価を得ている。エウイ研究生に選抜されると EU 各国政府より年間の学費1万2000ユーロと、 同額以上の奨学金が支給されという好待遇を得ることができる。このように研究に専念できる環境であることも、エウイへの志望動機を高める要因の一つとなっている。エウイには、以下の4つの研究家が設置されている。また、総合研究機関である、ロベール・シューマン高等研究センターでは、時々のヨーロッパ社会における重要な政治課題について研究しており、 また研究の国際的、あるいは比較の観点からそれらの課題を専門とする研究者を集めている。またマックス・ベーバープログラムはヨーロッパ最大の社会科学のポストドクター家庭であり、欧州委員会が資金を拠出している。付属図書館には紙媒体、もしくはマイクロフォームでの本や論文、雑誌といった従来型の資料が豊富に所蔵されている。他、 デジタル媒体の資料も集められている。図書館には、法学、経済学、歴史、文明学、政治、社会科学に関するおよそ3000の発行中の雑誌、7万以上の研究報告書、約50万冊の書籍が収められている。エウイのキャンパスは、フィレンツェを望む、丘陵地帯に置かれている。キャンパス内には、歴史学的、 建築学的に価値のある建物が多く点在し、その中には、フィエゾラーナ大衆動員やビラスキファノイアなど、ルネサンス期の建造物が多く使用されている。ビラサルビアティには、エウイに付属する形で、欧州連合の歴史文書館が常設されている。同館には、ヨーロッパ関連機関の原文書が保管され、また閲覧することができ、EU 研究に関する貴重な資料が保管され、 世界中から研究者が集っている。主な機関として学術評議会、研究評議会、財務委員会とか名国の代表者からなる最高理事会がある。学長は2002年からイブメニが務めており、またこれを補佐する事務局長には2007年からマルコデル・パンタリドルフィがついている。エウイの博士課程では経済学、歴史、文明学、法学、政治、 社会科学を対象としている。毎年140人ほどの学生が博士号取得のために4年間の家庭に登録しており、論文を完成させて国際学術審査会の審査を合格した学生に対しては研究学位が与えられる。授与学位1984年以降、エウイでは比較ヨーロッパ国際法学修士の学位を取得することができる課程を設置している。 エウイでは、社会科学分野でポストドクターを対象とするいくつかのフェローシップを設定している。以下の出版物がエウイから発行されている。エウイの文書保存館であるキャットマスでは、書士参照がまとめられ、またエウイのアカデミックコミュニティ会員による観光物の全文の一覧が整理されている。エウイで博士号を取得した研究者は、その多くが欧米の大学、 EU 関連の機関及びその他の国際機関に勤務している。卒業生の中には政府内での役職に就いているものや政治家もいる。卒業生のおよそ3分の1が出身国外で就職している。卒業生による団体エウイ論内アソシエーションが組織されているが、エウイに最低1学年度在籍していたことがある。すべての研究生には総会に参加し、 期間決定の際の投票権が与えられているが、およそ180名の入会に止まっている。会員は、執行委員会や団体内の機能に関する、その他の委員会に立候補する権利を有している。一方、Facebook のエウイ論内アソシエーションには800名以上が加入し、様々な研究、同窓会活動を実施するとともに、研究機関、 国際機関の公募など、情報交換も、頻繁に行われている。httpww.eu w アバウト、オーガニゼーション、プレザデントセクリテリジンデル、インデックス、アスプックス、ハットインフォメーションフォーポスト、ドクタールアプリカンツ。ありがとうございます。